今外国人旅行客が絶好調。今年8月だけでもおよそ290万人と前の年の同じ月と比べ 36% 増加、7ヶ月連続で同じ月の過去最多を更新しているんです。外国人旅行客の波は名古屋大須にも。コメ兵の中古ブランドバッグの販売専門店、コメ兵名古屋本店バッグプラスを覗いてみると、日本人客はもちろん、たくさんの外国人客が。なぜコメ兵にバッグを買いに来たのか。定点観測スタートです。まずカメラが捉えたのはこちらの2人組。店内をうろうろしていろいろなバッグを見て回ります。お気に召すものは見つからないのかなと思った瞬間、一つのバッグに手を伸ばしました。そしてバッグが似合うかどうか鏡で入念にチェック。値札を確認したらレジへ。どうやらお買い上げのようです。初めて名古屋に来たというフィリピン人の女性。中古のブランドバッグはフィリピンでも手に入りそうですが、なぜあえて日本へ？Do you have reused shop in Philippines? No. Is there second? I think there second hand. Yeah, there is. Yeah, there is. But not as many choices as like this one. Yeah, you cannot like this one. You cannot see anywhere. Yeah, this one. Yeah, I love it. I feel good. Yeah, I'm happy. Very happy. この後東京に向かうという女性。旅のお供にお気に入りのバッグが見つかってよかったですね。続いてやってきたのは男性2人組。カップルや夫婦の客が多いこの店では珍しい組み合わせです。彼らのお目当ては两位想看什么？他就是说让我，也就是说向接待两位看吧。对，你要有什么问题的话，我对就要用女士斜挎的小一点。女士斜挎的。探していたのは女性用のバッグ。プレゼントでしょうか？From China。河南。对。对，走到这儿，然后就是给我老婆。就是看一款，他就是可能会给他带一款礼物吧。聞けば中国にはプロの鑑定士がいないんだとか。その点鑑定がしっかりしている日本の中古品は信頼があるそうです。実はこの2人は兄弟。今回は弟の卒業式のために来日したといいます。仙台で東北大学 の大学院生です。法哲学を勉強しました。そうです。ちょっと難しいと思います。無事に卒業式を終え、東京、大阪、京都を観光した後、最後に名古屋へ。お兄さんに日本での旅の思い出を聞くと、一番美味しかったはず。我觉得最好吃的什么？我觉得最好吃的就是那个松屋。松屋が一番美味しかったです。ぜひ名古屋飯も食べてみてください。最後のターゲットはこちらの女性。ちょっと店内を見て回りレジへ。滞在時間およそ10分でもう選んだの？色が大好き。この色気持ちがおしゃれ。なんかちょっと今月の給料は、はい、ちょっと足りなくなりますね。中国から来たという女性。円安の影響で中国で買うより安くなっていると思わずちょっとした贅沢をしたそうです。それにしても日本語が上手。電子製品です。毎日駐在員たちとしゃべりなんかですから、日本語がちょうど今交流できるレベルです。社畜。買ったバッグで気持ちよく仕事を頑張って、また日本に来てくださいね。